常で溝口さんにもいつかね、僕は初期のゲットじゃなくてお湯様っていうのを撮ってんです。一番初めに溝口さんと、その時代にね、溝口さんと伺った時にいろいろな巻物を持っておられましてね、それを僕に見せてくれて、それで宮君が映画っても巻物だよっていうわけね、こうページを繰り返して見るもんじゃないと、こう次々とこう出ていってそれを見ていって、その絵の中にね、見る人の視点がね、どこ行くかっていうことがあるだと、これは僕らも考えと、絵をこうと論語が多いですからね、クローズアップってないんだけど、こう見ながらね、やっぱり目がプッと止まるとこは僕はクローズアップだっていうわけですよね。だからそのそれだって見ながらその絵のそのストーリーというのを分かっていくっていう、これに僕はもうすごく共感して、僕もそれからの絵本、絵を見るっていうことと、その昔の絵を見るっていうことをとにかく興味持って、森さんが帰ってきて、で戸を開けてると誰もいないんで戻って、表をくりっと回ってまた戻ってきて、戻ってくるとおはやってたっていう田中さんがいるっていう、あれはそうです、照明さんがすごく苦労してますね。あれは映画じゃないとできなくてですね、舞台でやると見えちゃうし、映画だとそこは切って切ればいいんで、その横向いてる間にやればいいんですからね、それワンカットに戻ってきたら変わってるっていう、そういうことができるんで。ただね、僕は全体的なことになりますけどね、クレーンのショットが多いということはね、雨月物語に関しては特に、クレーンは好きは好きな、色気も好きですけどね、ウミガメの場合には特にクレーンが多い、7割ぐらいそれに乗ってるんですよ。でもね、そのクレーンがで動いてるって言ったらこう動きで大きいとこだとかなんとかって、いやそういうとこはやっぱり当然動かしてるんで、屋敷月屋敷に関してはね、止まってる絵もね動いてるんです。実はそれがね意識されたらまずいんだけど、とにかくキャメラは、ね、少し動いてるんです。ということはね、絵が不安定なんて、なんとか、なんか不安定な感じ。それはもうテストもやってね、水口さんも、ああ、それはいい、いっぱいやってみようってことでやったんですけどね、やっぱりね、見る人にその不安定な絵ということがね、やっぱし少し、映画のね、そういうお化けだっていうことの、そういう気持ちに入り込めたように思いますね。うん、だから、皆さん動いてへんって、いや動いてんって、あれ駒をこう合わせば絶対にずれてるんだって、うん。学校でね、いっぺんそれの話をしましてね、ずれてて、で、駒を立て合わせて、同じカットだって言うんだ、パッとカット。ずれてんですよ。それはね、この監督はこうだと、この監督はこうだってことを役者も見極めてますよ、私。うん。まだ悩んでる時ありますよね。森正樹なんか、何の時だったかな。え？何の時だったかな。何だった。食事お昼。一応昼食事しようってことはお昼で食堂で、森さんみたいな役者俳優さんがね、どうしろって言うんだろうって言って、いやあんたがねたくさん引き出しにあるですよ、それを全部こうじんじん出してきゃいいんじゃないですかって言ってさ、もう出し切ったよって。うん、あいつかもさ朝食堂になってた。
それでようやく OK になって、2か3時間たない昼開始になってすぐ OK になって、あ、よかったな、もいちゃんよかったねって言って、うん、って言ったら、その大笑いしたことだった。引き出しのやつ出したの一番初めのだよこれいいでしょこれはほんま笑い言ってるんだけど、僕ほんとに僕これ心秘めてんだな。3年間だもんね。やっぱりね、じっとしてることが嫌いなんで3年間テレビ映画見られない、テレビで見るようかしょうがないし、テレビ用ドラマを見たりコマーシャルを見たりで、コマーシャルの勉強になったかな逆にそうだしね、コマーシャルにすごくお金がかかってるっていうことの方が目についてきた。だからよく見えたっていうことは、すごくそう、コマーシャルにお金をかけ出した、お金をかけ出したっていうことは、技術処理、あと処理にすごく手間なことをやってる。そういうものがあり出していくと、何秒かっていうね、の尺にね、あれだけのお金をかけるって劇映画以上のお金がかかってると思うんですよね。劇で考えたら、あれほどかけるの劇映画にかけて撮ってほしいなと思った、うん、その割に雑なテレビも あれもあったけれど、その逆にね、テレビ映画っていうかテレビドラマっていうのか見てて、そのうちに病気の耳が聞こえなくなって、音が聞こえなくなったってこと。それでテレビを見てて、音のないテレビを見てて、それでとにかく虚しくて悲しくなってて、その逆にテレビの方が絵の上では劇、あ、そういうドラマよりも面白いっていうか感じた。それとお金がかかってるっていうことと、逆に監督が演出し俳優さんが出てるドラマがいかにつまらないかって感じた。音が聞こえなかったら全然日本のドラマというのは話は分からないということを感じた。ということは絵での説明ができてない、映像でのないドラマって、映画ももちろんそうだけど、絵で見せて話を分からすってこと。サイレント当時どうだったんだと。今でもサイレントを見ててびっくりすることある。いかにこれに分からそうか、見る人に分からそうとする。この意味はこれでも分からんか、これでも分からんか、一度でも二度でもその同じように繰り返してても分からそうとする。そういう手間というか、そういう表現ということがすごくこう感じた。昔の最近そのサイレントを見てた時もそれを感じた。今のテレビのドラマ、声が聞こえなかった、耳が聞こえなかった時、なんだかさっぱりしとるが分からない、うん、これじゃあやっぱりテレビドラマっていうのはラジオドラマだなっていう感じがするし、逆にどういうのかな、映画館でやってる映画久しぶりで、まあ、見ることにはなってるけど、なったけれども、3年間寝てて初めて映画見たって昨日、そのわびしさみたいなの、うん、3年間っていうのは一番、まあ、技術的な面でも、まあ、ハードの方ね、結局そういうことが発達して、3年間コース、ここ4年間の変わり方っていうのはすごい、映像の時代というか、そういったものが、それからいけばね、これからもやっぱ劇映画の方もそういうことをほっとけるわけではないんだけど、それなりに生かした絵の作り方に面白いことができるはずだけど、とにかく
全てに何かそういうどういうのかな、技術的にそういう処理っていうのがとにかくやっぱりまだ水臭い感じするんだな。昔のサイレントに帰っとるかもいいな気もする。そしたらもうペア勉強しだしたらね、絵が違ってくるし話が面白くなってくると思うんだな。